どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたモンスターデモリションというゲームをやっていこうと思います。タップトゥホールドですね。あー、なるほど。あ、敵は攻撃してくるぞと、でタックルしてぶっ壊す。まあ以前にもね、なんかこういう系統のゲームはやったんですが、その時はなんか車4台やって、その4台以内にぶっ壊してねっていう感じだったんですけど、なんかちょっと違いますね。これは同じ車で何回も、突進していこう。ああ、ちょっと飛びすぎた。でまあ上の体力削り切ったら勝ちだよって感じですね。と話して、ああいい感じいい感じ、はい、オッケー。あ、で体力削り切ったら他の部分ももう全部ぶっ壊れるよっていう。オッケーです。まあどんなゲームかもう早速把握しましたね。前やったこのケイトのゲームがね、相当早かったんで、ループがね、まあこれがどんぐらい作り込まれてるかなって感じですね。で今なんかミサイルみたいなのゲットしましたね。まあまあまあ、あ、勝手に撃たれ、あ、勝手にミサイル撃って、まあ、多少のダメージ与えてくれるぞっていう、そんなアイテムでしたね。ただちょっと待って、この前やったやつはでも結構柔らかかったんです。敵が今回は硬いっすね。敵が硬いから結構な回数ぶつからないと、1ステージがクリアできない。あー、広告、ちょっと待って、今ビームでやられたんかな。やられたら広告流れるぞパターンですね。オッケーオッケー。まあとりあえず敵のビーム避けながら、まあ、タックルしていってってな感じですね。オッケーオッケー。あー、ちょっと飛びすぎた。これむずいな。結構この調整力ちょ、あ、普通に広告ちょっと多いんで、多いんでじゃない、ちょうど今飛行機が目の前に来たんで、ちょっと乗りたいと思います。で、まあ機内モードでねやっていきますけども、あー、なんかいろんなパターン、あー、ちょっと邪魔、あー、うわ、いろんなパターンあんだな。結構むずいぞ。敵にタックルするのがむずい上に、当たったところでそんなに削れんから、1ステージがちょっと重めのゲームですね。まあまあまあ、とりあえずやっていこう、ガンガンやっていこう。これで、右削れてくれれば OK。 これで結構削れてお金がゲットできるので、これでもう車が早くもカンストしそうな感じなんですが、どうだろう。あー、なるほど、カンストしてレベルアップして、あー、車の形が変わりますよと。あー、でまた新しいやつまたレベルアップしてねっていう。あー、結構果てしねえな。あー、で勝て、あの背骨さえ折れば勝ちなんですけど、あの背骨折るのに車レベルアップしたとはいえ、硬い、とにかく硬い。これ真ん中、よしよし、いやー、いいですね。倒した時の達成感と崩れる感じも結構見て楽しいんで、まあゲームとしてはちゃんと面白いですね。いけ、その1ドット、よしよし、本当にちょろっとでも上とつながっとったら壊れねえという、あのブロック一個一個の結合力はちょっと半端ないですけど、おお、大丈夫か、これ、イカゲームですね。イカゲームの女の子ですけれども、ビーム、いや、ビームじゃ、ミサイル飛ばしてくるんかい。原作に忠実であってほしい。なんか、目からおお、パンツ見えた、パンツ見える、すごい、あ、ちょっとエロ要素がある。なるほど、スカート破壊したらパンツが見えるぞこれ。よし、よし、どうや。あー、まだ左が全然、おー、ちょっとずつチラリズム、ちょっとずつチラリズムですね。いけるか、いったれ、よーし、あー、最後がっちり見えた、最後がっちり、あー、崩れちゃう。ちょっと干渉したかったですけどね。まあまあまあ、どうでもいいっすわ。まあこれどんぐらいあるんかな、一個一個が。でもとにかく重いっすね、クリアするまでが。2回目のカンストですね。これでレベルアップで星3になって、あー、いいね、なんか重い車になりましたね。で次で星4なんで、これでカンストなのかなっていう感じですかね。うわーい、宇宙人、でなんかどうやらあのビーム食らっても死なねえっす。なぜ最初死んだのかちょっとよく分かってないですけど、あ、ちょっと待って、この宇宙人柔らかいぞ、一発で向こう側まで貫通してるから。あ、ちょっと待って、これマジで余裕説ありますね。簡単ですね。これでいくかな。いったけど下が壊れた。ちょっと待って、下が壊れた、
あれちょっと待って、上あんな高いところまで飛べんぞ。マックス速度ね、指離さずに行った時の一番の高さがここら辺までやから、ちょっと待って、これ無理くね。どうやってあんな高いところまで上がんの。ちょっと待って、マジで俺一回も指離さずに行って、おい、ちょっと無理じゃねこれ。ゲームとして破綻してねえかこれ。これちょっとレベル上げてみるか。なんかこのサイズアップ、右側のお助けアイテムで今ちょっとだけでかくなりました。ちょっと350ゴールド払ってちょっとでかくなったけども、ちょっと待って、これさ、あの敵に当たらないことにはお金をゲットできないのよ。だからレベルを上げることもできないし、積んでねこれ。あーなんか飛んだ。あ、何これ、たまに高く飛べる時がある。けどそれをコンスタントにできるかって結構微妙いぞ。ちょっとこれ何これ、マジで言ってくれ。あ、いけたいけたよ。あ、ただ下壊れるだけだからさ、ちょっとあと半分体力を削れんぞこれ。いや、運よく高く飛べた時にこの右手は破壊できるかもしれんけど、あの顔面にダメージ与える方法ないぞこれ。これもう当たんない、無理ですね、積みました。なのでちょっと一番右上のロケットですね、あのミサイルで敵にダメージを与えるのがあるんで、それ広告見たらいけるんで、ちょっと広告見ます。これで、どれぐらいのダメージが入るのか。さあミサイルピュンピュン、あー、ちょっと入るけど、あと広告 4,5 回見ないと、これ無理ですね。広告読み込むたびに、30秒広告を見てちょろっとダメージ与えて、これを繰り返すしかねえです。よいしょい、よいしょ、もうなんちゅうクソゲーやこれ。絶対広告見んとクリアできへんって作っちゃダメだろそんなもん。まあ OK、 もうどんなゲームかはもう完全に把握しだしたんで、もう硬い、ステージ一個一個は硬いけど、まあとりあえず頑張ろう。さあここからは20倍速でお届けします。これ本当にね20倍速だからそこまで伝わるかはわからないですが、結構な回数タックルしないと、壊れないです。であの割とね柔らかい敵もいたりするんですけど、このクマとかね相当中身が詰まってたので、まあすごい回数タックルさせられましたね。めちゃくちゃタックルしてちょっとずつちょっとずつ削っていく、まあそんな感じのゲームだったので、これね僕の場合は1日でクリアしないと動画ができへんみたいなのがあるから、うわ大変だなってなってますけど、あのこれのんびりやる分にはかなりいい感じに暇つぶせるゲームなんじゃないかなと、思いましたね。ゲームとしてはあのちょっとずつこの穴が開いていく様とかは、楽しいです。だからこう地味な作業、コツコツ何かをやっていくみたいな作業が好きな人には、まあ、結構おすすめですね。であの明らかに半剣やべえだろみたいな敵キャラクターとかもあの普通に出てくるんで、まあ、その辺は結構ね、あの次どんなキャラクターが出るのかなみたいな、そういう楽しみは、ちゃんとありましたかね。もうちょいで多分出てくると思うんですけど、これね機関車トーマスですね、機関銃車トーマスでしたけどね。いけてるね。あーもうやっといった。家庭中がもう詰まってるやつ。わーっとこんな奥の方のステージだったら任天堂法務部さんも気づくまいっていう感じかな。完全に、あれですね。完全にあれですか。わーっと植木鉢が壊れたら、ダグドリオの中身が見えるぞ的な感じ。たまーに、あーいいね、こんなマッスルが、埋まってるんだぞと、ダグドリオの下こうなっとるんやぞと、あーいいねいいねいいね、マッスルですね。よしよし、やっと全容が見えてきましたね。とりあえず3人ともマッスルですね。これはなんだ、ダグドリオ自体にはもうあの高さ的に絶対攻撃できへんから、下半身を攻めるしかねえですね。そろそろいけねえかな、どうや、ね、ああなるほど、あ単体でいけるのか、なるほど、ダグトリオじゃなくなりました、ダグコンビになりましたね。ダグコンビになったら、まあ、とりあえずまあボディを、ぶっ壊せば OK で、一体一体独立してんだな。いけそう、よーし、なあ、ちょっとクリアじゃねえの。
ダグドリオ死んだ状態だけどクリア判定にならへんって、何が攻撃してきとんこれ。な、植木鉢が本体だった説これ。オッケー。現在ステージ50をクリアしたところですが、ループの気配がございません。あのマジでいろんなキャラクターがいるんで、これちゃんと作られてますね。でこのレベルアップで、星4でカンストしたと思ったら、新しいこの今パトカーなんですけど、このパトカーを、5000ゴールドで買えって言われて、で2代目になりました。で2代目が今星2になってます。っていうような状態で結構レベル上げも果てしないし、一個一個敵もちゃんと強いしで、これ長いことマジでちゃんと遊べるゲームって感じですね。それを今まあ私は1日でクリアしようとしてるから大変なだけで、ちゃんと面白い。あーこれ空飛んどんかな。 VTuber みたいなの出てきたけど、あーやば、あー壊しちゃった。もったいねえ、もったいねえ。スカートだけ壊したかったな。うーん惜しい。だいたいこのテクノっぽいステージ、あーちょっと肌も傷つけたくないんだよな。惜しいな。スカートだけ壊せれば、さあ股間に、あー見えたけど時すでにちょっと遅し。うーまあ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 、ただ空飛んでねえから、あともう左足ぶっ壊したら終わりでしょ。敵としてはぬるい、敵としてはぬるいけど、うん、なかなか、あ、ちょっと飽きてきたなっていうタイミングでこういう敵が出てくれるのは嬉しいね。よしよし、あ、まあ、スカートもまだ接合部があるからどうだ。 剣も地面についてるパターンだったらめんどくせえけど、どっちやろう。あ、いけ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 、ええやん、サービスステージやん。もうちょっとミサイル買いたくね。なんかこう左右にぐ、あーちょ、 今竜巻のせいでミスりましたけど、左右にグネグネしてから飛ぶとちょっと高さが上がることが分かり、ギリギリあとちょっと、削れば、あの広告ミスとも、よし、あー無理か、これ無理か、ミサイル使いたくねー。あーちょちょちょ、まあ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 、まあ、落ち着け落ち着け。ちょっともうそろそろ、くそー、やっぱミサイルないと無理っすね。ミサイルでどう、行った行った行ってない。あと500使う。もう結局やっぱお金使わんと無理だから、レベルアップせずにやっぱお金は保持しとかないとクリアできないですね。よし、まあだからとりあえず今広告2回分を買い、ああちょっと待って、来たー、やっと来たー。これ最初のやつやろ、これはもう最初のやつやろ、ああオッケーオッケー、あ間違いない、あ確定でループです、よかった。81全80ステージでループするゲームだということが、確定しました。ないへいへいへい、さあっけ、あーまだ硬い、まだ硬い、いけ、削ろう削ろう、あ削る、あはあのちょっとがね支えとるんよね。まあまあまあ、あそこさえ、あっけ、コアを破壊しました。よし、ということでございましてね、まあ、今日は、このモンスターデモリションというゲーム紹介させていただきましたけれども、これなんかねガレージっていうところでマシンがもう一個あるみたいです。だからこの警察のやつを乾燥させたらもう一個のやつが買えるようになってみたいな。で他はカミングスーンっていう感じですね。なのでまあレベル上げようと思えば上がるんですけど、これ上げたら上げてもそんなに体感変わらないです。何も変わってないです正直。星4から星1になったとて、星4の時はめっちゃ行ったのに、また新しいマシン買ったら弱くなったなとかも全然なく、相変わらずあの常にあんまり削れないです。はい、なのでこれゲームとしてはマジで、楽しいゲームとなっておりますので、よかったら皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。